アロハー、ゆうきとみゆです。今回の旅行は JTB で予約したので、無料ツアーが3つのうち1つ選べました。オリオリオーシャンスニーカーを選びました。運が良ければウミガメや魚に出会えるかも、とのことでした。波はそんなにありませんでしたが、結構揺れました。風も強くて髪型がかなり乱れました。見てください。もうぐちゃぐちゃになってます。海の上なので海水が飛んできて髪の毛はギシギシになりました。ダイヤモンドヘッドに向かって進んでいきます。自分たちのホテル見えるかなって探したけど、もう少し先でした。船長さんが魚に餌をあげてくれました。一瞬ですごい数の魚が集まってきました。水が透明でよく見えました。船のスピードについてくる魚たちが可愛かったです。餌がなくてもずっとついてきていました。船長さんめちゃくちゃ餌投げてます。さっきとは違う魚が集まってきました。朝一なのに夕方っぽい雰囲気だと思うのは私だけでしょうか。ここから見えるのがワイキキです。そしてダイヤモンドヘッド、綺麗です。ダイヤモンドヘッドがいい感じで見えるところに泊まって、みんなで撮影大会でした。ちょっと船酔いでぐったり君の二人でした。船長さんが撮ってくれた写真はとても素敵でした。さあ帰ります。ウミガメ見えなかったねってみんなで話をしていると、なんとウミガメから会いに来てくれました。じっくり探してみてください。画面の真ん中にウミガメが映っているのがわかりますか。ちょこっと顔を覗かせてくれました。見つけることができて本当に良かったです。しっかり写真にも収めてくれていました。あれってパラセーリングじゃない？見える？ほら見て、後ろ後ろ。帰ってきました。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。ウミガメも見えたし、今日はいい日になりそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。